葛西君の質疑は終了いたしました。次に畑浩司君、はい、委員長。畑君、生活の党の畑浩司でございます。まず本日は消費税増税の関係から議論させていただきたいと存じます。まあ、消費税の増税、10月1日に総理決断されました。まあ、私は地方の生活者あるいは中小企業、こういう人たちの景気回復がまだの中で、まあ、特にデフレ脱却も実はまだの中で、まあ、増税が決定されたことは私は大変残念に思っております。まあ、ちょっとこのフリップを用意させていただきましたが、まあ、見せかけのデフレ脱却と書いておきました。GDP 成長率、まあ、3四半期連続でプラスということで、政府の景気判断は上向きに修正ということでありますけれども、まあ、これは実は消費が拡大したというわけではなくて、まあ、やっぱりコストが上がったから、実はエネルギー価格、まあ、このアベノミクスの副作用でしょうけれども、輸入物価が上がって、そこが物価の上昇に跳ね返っているということで、まあ、持続的な経済成長、景気回復ではないと思います。で、ボーナスが、まあ、賃金が増えたという話も昨日からありましたが、あるいは基本給は実は最新のデータも含めて15ヶ月連続で減っております。で、賃金所得が増えたというのは全体の雇用者数かける賃金で全体が増えていると。つまりどういうことかというと、一人当たりの賃金は減っている、要は低い賃金の労働者も増えているということは確かだと思いますが、確かには基本給ということは減っております。で、このデータもありますけれども、2011年から見ると、まあ、賃金はかなり減っております。だから実はこういう中で消費税増税をすべきではないと思います。で、この消費税増税を行うと、まあ、3% 上げただけで平均の家庭で10万近く負担が出てくると。まあ、低所得者に1万なり最大に1万5000円の給付ということがありますが、まあ、これでは見合わないぐらい負担が多くなります。で、まあ、総理、いわゆるアベノミクスということで、これまで第一金融、第二財政で、まあ、景気が良くなってきたとおっしゃっております。まあ、私は実はこの消費税増税というのはアベノミクスに矛盾するんじゃないかと思っております。デフレ脱却を最優先に考えるのであれば、やはり消費税増税は今すべきではない。で、世間の人は、まあ、第一の矢金融政策で、第二の矢財政政策が来て、第三が 何が来るかと期待したら、実は消費税増税が第三の矢であったと。まあ、こっちに跳ね返ってくる 毒矢ですよね。まあ、そういうふうに受け取っている人も私は多いんではないかと思います。で、総理、どのような経済状況で改めて消費税増税のご判断をされたのかお伺いしたいと思います。安倍内閣総理大臣。消費税率の引き上げに当たってはですね、まず安倍政権における最重要課題はデフレからの脱却と、そして経済の再生であります。このデフレからの脱却と経済の再生と財政の再建がですね、両立できるかどうか、その道筋は確かなものかどうかということについてですね、考え抜いたわけでございます。そして、私たちが進めているこの三本の矢によって世の中の空気が大きく変わったのは事実でありまして、足元の経済を見ればですね、実質 GDP 成長率はですね、2四半期連続で 3% 以上のプラスとなり、主要先進国の中では最も高い成長となったわけでございまして、昨年の市地区がマイナス 3.6 だったわけでございますが、今年の13はですね、プラス 4.1 になり、46はプラス 3.8 になったわけでございまして、また雇用情勢もですね、有効求人倍率で見ますと、昨年は 0.83 倍であったものがですね、今年はですね 0.95 倍、今年の8月は 0.95 倍まで改善をしました。まあ、これはリーマンショック直前の水準でございまして、さらに物価の動向を総合してみるとですね、デフレ状況ではなくなりつつあるわけでありまして、CPI のコアで見てみますと、7月はプラス 0.7、8月はプラス 0.8 でありまして、コアコアで見てみてもですね、輸入物価が上がっているではないかという、先ほどのご指摘もございましたが、コアコアで見てみても、そのマイナス幅は小さくなってきて、ゼロに近づいてきているのも事実、前月比で見ればゼロになっているということでございまして。
まあ、こうした中におきまして、消費税率の引き上げによる、反動減を緩和をして、景気の下振れリスクに、対応するとともに、まあ、その後の、経済の成長力の底上げと、好循環を図るために、経済政策パッケージを、果断に実行していくことによってですね、デフレ脱却と、経済、再生、さらには、財政の再建はですね、これは両立をすると、こういう判断をいたしまして、予定通り、5% から 8% に引き上げるという判断をしたところでございます。委員長、畑君。今のご説明、まあ、今までのこの成果、私も安倍総理のご尽力に敬意を表する次第でございます。ただ、デフレ脱却を私はまだされてないんだろうと思います。今おっしゃったように、実質 GDP が成長したとおっしゃいました。まあ、しかし、GDP デフレ単がマイナスですということは、名目 GDP はそれより下回っています。つまりデフレ脱却になっていない、明らかな定義ですということは、デフレの中で、消費税増税すれば縮小して税収も減ってしまう、この恐れがあります。だからこれは見極めるべき、まだ拙速だという理由がそこにあります。それからもう一つは、まあ、コアの CPI の議論をされました。まあ、コアエネルギー価格も引いたコアコアの部分は、まあ、マイナス幅は縮小しているとおっしゃいましたが、ただマイナスなんです。デフレ脱却はこれも定義をしておりません。で、こういうことでなおかつ、まあ、腰折れしないように景気対策をするとおっしゃいましたけれども、私はそういうのであれば消費税増税をしないのが最大の景気対策だと思います。増税しながら景気対策をするというのは、これ何回もいろんなところで言われましたが、車のブレーキとアクセルを一緒に踏むようなもんでちぐはぐだろうと思っております。で、まあ、実は昨日発表された貿易統計速報で、まあ、この貿易収支の赤字、おっしゃる通りかなり輸入物価が上がって、1979年以降 半期ベースとしては過去最大の赤字だということにもなっております。まあ、ちょっと心配される状況になっておりますが、総理、改めてお伺いしたいんですが、端的にこのような情勢の認識を踏まえて、デフレ脱却がなったとお考えかどうか、そこをお伺いしたいと思います。ちょっと待ってください。甘利担当大臣。デフレは脱却しつつあると思いますが、デフレ脱却に至ったというところまでは至っておりません。そのために各般の経済対策にも取り組んでいるところでありますし、成長戦略としてアベノミクスの第三の矢を放っている。で、それを実行するための国会が今国会だということであります。いいですか。じゃあ畑浩二君。まあ、総理も同じような、デフレ脱却になったかどうか、ちょっとそこのご判断をお伺いしたいと思います。安倍内閣総理大臣。まあ、まさに、デフレ脱却についてはですね、道半ばであるというふうに、考えておりますが、しかし、状況についてはですね、先ほど申し上げましたように、数値から見て改善しているということであります。はい、畑浩二君。まあ、デフレ脱却はなってない道半ばだというお答えだと思うんで、まあ、ここで消費税増税するかどうかのご判断が今の内閣でなされたと思います。まあ、私は正直言って反対だし、まだなってない段階でやることはおかしいと思っております。まあ、そのことはちょっと申し上げておきたいんですが、引き続きちょっと復興特別法人税の廃止について、議論させていただきたいと存じます。まあ、私は被災地議員としてこの消費税増税について申し上げますと、平成27年度まで集中復興期間ですから、ここの間で挙げることは復興に支障なるものという考え方のもとで反対でありました。まあ、そういう論理もございます。で、まあ、しかしそれどころか、まあ、復興特別法人税を廃止するというふうな議論がこれからなされるようであります。まあ、私非常に違和感を感じます。まあ、復興は企業も個人もみんなで支える絆だと言って導入されたんじゃないかと私は思います。で、そういうふうな説明をしておきながら、法人だけ廃止するということは、私は、まあ、企業は復興を支えないという誤ったメッセージになるし、そうじゃないとおっしゃるんでしょうが、メッセージはそうです。被災地の人としては、まあ、メッセージとしては間違っているし、そういう不信感を持っております、被災地の住民は。そして法人税はこれ、まあ、引き下げの議論がありましたけれども、菅内閣の時に確か 30% から 25.5% になっておりまして、でその後野田内閣の時、この復興特別法人税ということで、この 25.5% に 10% 上乗せになったと。だから、まあ、それでも
25.5 の 10% 上増しですから 28% ぐらいになると思いますが、 30% の本来の税率から比べれば 2% 下がっております。で、一方個人の所得税は 2% 25年間ですかね、上がっております。で、極めてこれは経済議論とは別に不公平だと思います。で、国民に対する配信行為と言っても私はいいんじゃないかと思っております。このような議論が出てくること自体に私は安倍内閣の政治姿勢を疑うものでありますが、そこの所見をお伺いしたいと思います。はい、甘利経済再生担当大臣。まず申し上げておきたいのは、19兆という枠をこれでは足りないということで25兆に広げたのは安倍内閣であります。で、その上でですね、これから先中長期にわたって被災地を支えていくために何が必要かという議論が大事だと思います。それは長期にわたって支えていくだけの経済力を我が国は持つということが大事です。その上で3年間分の法人税を2年で1年分前倒しでやめました。まずそのための費用の迷惑はかけない、税収の法人税収の上振れ分がありますから、それを特会に入れて、まず被災地の方々の不安はまず払拭をすると。その上で中長期にわたって被災地を支えていくだけの経済力を持たなければならない。そのためには何をするか、好循環を起こさなければいけないんであります。金融業績が上がっていくことが賃金の上昇につながる、あるいは下請け代金の上昇につながる。それをもって、消費の力や、あるいは投資の力にしていく。それをすることによって企業業績がまた上がってくると。その好循環を作り上げることが被災地を長きにわたって支えていくだけの経済の底力をつけていく。それが大事なんでありまして、一時的に1年分支えればいいというわけではありません。1年分については、上振れ分できちんと手当をいたします。それから先の被災地を支えていく強い経済を作っていくということであります。畑浩二君。大体財源によって被災地に心配かけないというのは当たり前です。これは復興特別法人税廃止の議論とは違います。で、私は言ってるのはそういう経済の好循環ではなくて、筋として違ってるんじゃないかということです。政治性の問題です。で、この経済的問題について申し上げますときに、好循環で復興を支える、これ企業が好循環で法人税も増やして、収益を増やして、税に寄与するということなんでしょうが、その担保ということですね。つまり法人税を単純に減税するだけであれば、これは内部留保がたまって、賃上げに結びつかなかったというのは過去15年の実績であります。このデフレの15年の間に企業の内部留保は130兆から304兆になっていると、2倍以上ですね。この中で賃金は1割以上下がっているということになります。で、ここは復興法人特別税を廃止すると単純に言うんではなくて、じゃあそれならばどうやって好循環を生むのか、廃止することによってその賃上げとのリンクをどう図っていくのか。雇用促進税制なら分かりますよ、これが十分かどうかは別として、雇用したものに対して税金控除されるわけですから、そういう仕組みも含めて、この雇用特別法、復興特別法人税の廃止と、賃上げをどうやってリンクする仕組みを作っていくのか、そこをお伺いしたいと思います。はい、甘利経済再生担当大臣。雇用を増やし賃金を引き上げていくための税制は当初から用意いたしました。しかしそれは企業側にとってみれば極めて使いづらいという話でありました。まずその賃金を引き上げるために資する税制を使いやすくいたします。どの企業でも使ってみたいと、あるいは使っていこうという意思が起きるようなものにいたします。その上で、法人税のを元のレベルに戻すのを1年早く行います。そしてそれは、きちんと雇用者報酬、賃金、あるいは下請け代金に還元をしていくという環境を作るための政労使の会合を開きました。その場でも
総理ご自身から要請をさせていただきました。そしてその場で企業の代表あるいは経済界の代表から明確な前向きな回答をいただいたわけであります。それは今までは一時金でありました。しかし今度は将来を拘束するようなベアに言及する発言も出てきたわけであります。政府側が企業にこういう要請をするのは極めて異例なことでありますけれども、本来であるならばこれは民々の契約の話であります。それはそれとしてやってください。その上で我々はそれができるための環境を用意しました、それを使ってくださいという要請をしたわけでありまして、好循環に向けて、いい回答が出てきたというふうに承知をいたしております。委員長、畑浩司君。今のお答えは担保というかリンクの措置をお答えになってないと思います。つまり民間に対して、依頼をして、協力要請をするというのはこれ大事なことで分かります。ただそれは精神論であって政策論ではありません。そこは雇用促進税制のような形でこの復興特別法人税の8000億ですか、ここをどうやってリンクするのか、賃上げと結びつける具体的措置と結びつくのか、そこのところを、お伺いしたいと思ったんですが、おそらく、そこはないのだろうということで、じゃあちょっともう一度お答えをお願いします。甘利担当大臣。これは経産大臣が答弁することかもしれません。経産省を中心にですね、しっかり後追い調査をいたします。しかるべき形で、適切に、公表できるようにしたいと思っておりますし、先の閣僚間で私から経産省所管以外の業種に対しても各大臣に協力要請をいたしました。それは政府全体として関係機関になされているところであります。茂木経済産業大臣。先日 の総理も出席されました政労使の会議、経済界労働界の代表も集まりまして、政府として今回の経済政策パッケージに込めた思い、経済の良循環を作るということについて経済界経営者とも意識の共有ができたと思っております。これから経済産業省だけではなくて各省庁政府を挙げてそういった要請、業界に対しても企業に対しても、また地方のですね、例えば経済産業局を通じまして地域の企業に対しても要請をしていきたい。その結果につきましては収益の状況、そしてまた賃上げの状況、適切な形で公表していきたいと考えております。畑浩司君。今のお答え、結局は賃上げの要請、調査、公表ということでありまして、それは重要ですけれども、やっぱりピンとこないわけですよ。いや、せっかくであれば、その雇用促進税制みたいな、賃上げ税制みたいな形、なんかリンクを作った上で、復興特別法人税を廃止するというんだったら分かるんですが、分かりました、その域を出ないということだというのは分かりました。私はもうちょっとしたリンク、誘導策は必要だと思いますが、そのことは申し上げておきたいと思います。それから上振れの話もありましたが、上振れしたお金を使って8000億埋めるんだから、問題ないという、今日は松野議員の議論でもいろいろありましたけれども、でも上振れしたのであれば本来は社会保障の充実の前倒しとか国債の借金返済に使うべきであって、なんか上振れがあるんだからいいんだというのは本当はおかしい話であります。そして引き続き次の議論を続けさせていただきます。TPP のちょっと飛ばしまして、復興庁のワンストップということもまた時間あったら後ほどお伺いしますが、TPP について、議論させていただきたいと思います。TPP の重要5品目の関税撤廃の検討についてということで、これ配布資料の裏の方ですね、先ほどのフリップの資料の裏につけております。これ民主党の篠原崇議員が作ったやつをちょっと使わせていただきまして、大変よくまとまっててコンパクトに問題も含めてまとまっていると思います。こういうことで連携しておりまして、これはこれでしっかり頑張ってまいりますが、この中でおさらいですが、自民政府の一連の動きで10月6日西川 TPP 対策委員長がバリで586項目をより分けて、抜けるか抜けないかを検討しなければいけないという発言をされていると。それから10月8日、甘利大臣はこれを踏まえて
自民党が米など重要5項目について関税撤廃削減が可能か検討作業に入ることについて触れて、まあ、党の作業を見守って連携したいということをおっしゃっておられます。で、あの10月10日に、自民党の TPP 対策委員会それから経済連携本部合同会議で、重要5項目を細分化した、まあ、586品目ですね、まあ、今話題になっている、これ11月中旬をめどに関税撤廃可能な品目があるか判断して、まあ、検証していくということであります。まあ、あの問題点の議論は、まあ、今日はどこまでできるかですが、大変いい整理をされておられると思います。篠原先生、あのまず重大な公約違反で有権者国民を愚弄している、まあ、昨日公約じゃないという話がありましたので、まあ、そこは私は今日公約違反かどうかというのは追及するつもりはありません。まあ、あのただ国民に不信感を与えたことはミスリーディングさせたことは確かだと思います。それからあの特に丸4、これはこれからおそらく、まあ、今日集中審議の要望が出ておりますが、TPP の集中審議をお願いしまして、こういう丸四みたいなどういう問題が出てくるか、これは議論を深めさせていただきたいと思いますので、委員長ちょっと、まあ、議論のついでですがお願いしておきたいと思います。まあ、あの加工品挑戦品で、まあ、あのだからいいということではなくて、今輸入が少ないからいいということではなくて、まあ、今後低関税になったりゼロになると、あのバイパス迂回輸入が入ってくると思うんですよ。あの米挑戦品として分類して米粉として使う、あるいは砂糖製品で輸入して砂糖をより分けて砂糖として売ると、そういう技術もありますから、まあそういうありの一穴というかちょっと危険なところはあるわけです。だからあの5品目の586の中で、まあ今は大丈夫だからいいという理屈にはならない、現実としてもそういうことだと思っております。それから国際交渉上の問題もございます。あのこれ外国と交渉するときは、まあ、私も在外交換出たところなんですが、まあ、アメリカとか外国はしたたかですよね。あの手のひらは最後まで明かさないと、10倍ぐらい引っ掛けると。日本はでもこの丸一に書いてあるように、まあ、譲歩し始めたというシグナルを与えてしまいます。こういうことを言うと、実際検討しているかどうかは別として、まあ日本は弱腰だと見られると、非常に得策ではないし今後の交渉不利だと思います。まあこういうことをちょっと申し上げた上で、あのまあ、あのそういう検討に党は着手し始めたというような、まあ、新聞情報でありますけれども、まあ、政府としてはですね、あのこれを踏まえて党の検討を踏まえるのかどうかあれですが、今後どのような検討を行って、そしてこれはあのスケジュールも含めていつまでにあの結論を出していくのかお伺いしたいと思います。甘利 TPP 担当大臣。あの党の方で、5品目の中身、あるいは5品目等と言われているその外側の部分の中身の精査の作業をされるということはもちろんよく承知をいたしておりますし、党から要請があれば、資料要求等があれば協力をしていきたいと思っておりますし、その作業をまずは見守っていきたいというふうに思っております。その後どう取り組んでいくか、まあ、これはあの全体の交渉があるわけであります。物品の市場アクセス以外に重要項目で政治的に詰めなければならない問題は多々ございます。ルールの分野で、例えば環境であるとか、あるいは国営企業であるとか、あるいは知財、まあ、他党の資料を使うときにもこれはやっぱり著作権という知財の問題があるわけで、ありますけれども、そういう問題等々を含めてですね、WTO ではあんまりそのことが及んでない部分のルールのを決めるということも含めて、これから年末に向かってですね、年内妥結に向けて修練作業が進んでいくわけであります。その作業スピードをしっかり見ながらですね、公約で申し上げています守るべきは守り、攻めるべきは攻めて、そして国益に資する結果となるように最大限の努力をしていきたいというふうに思っております。畑浩司君。まあ、今あの他党のものを使うのはそのなんだっけ、知的財産権とかおっしゃいましたが、これ新聞から取ってますし、昨日あの、篠原議員も使ってます。何らあのそういう知的財産権を犯していることじゃないと思うんで、そのことは申し上げておきます。
なんか小さいところをしましたね。まあ、ちょっといいです。話はちょっと続きましょう。それで、あれのあれですが、今、甘利大臣、攻めるべきは攻め、守るべきは守ると、これが公約だとおっしゃいました。実は地元を回っていると、何が攻めるべきなのか、よくわからないと言われます。つまり、守るのはこの重要5品目も含めて議論出ております。ただ、何を具体的に取ろうとしているのか、いや、いいですよ、国際的なルール作りに参画するとか、国際的な、ネットワークの日本企業が活動できるように規制をなくすると、そういう一般的なことはいいんですけれども、私、それ説明していると、やっぱりピンとこらえないんですよね。で、守るだけだったら TPP 入らなきゃいいわけですから、そして、その何を攻めるのかということと、守るべきということをおっしゃいました。守るべきというのは何でしょうか。重要5品目の580億は守るべきでしょうか。この2点をお伺いします。あまり TPP 担当大臣、日本にとって守るべき、これはセンシティブな部分というと、当然、農産品ということになろうかと思います。攻めるべきというのは、日本はルールの分野、例えば、サービスの分野とか金融サービス、サービスで言えばですね、日本の小売りがフランチャイズ展開をしています。そこの展開をしていく際の制約がもちろん相手の国にあるわけであります。金融サービスで言えば、日本の金融機関がですね、展開していくための展開していくに際していろんな制約もあるわけであります。あるいは、政府調達においてもですね、日本は WTO 政府調達協定に入っていますけれども、 TPP のすべての国が入っているわけではありません。この交渉は WTO プラス、つまりWTO でみんながすでに既得権で持っているものに上乗せしていこうということがありますから、そこの部分は多々あるわけであります。しかも、ルールの分野については、私も明確に申し上げていますけれども、どっか一国のルールを他国に押し付けるわけではないと。21世紀型と言われているゆえんは、参加国でみんなで協力してルールの分野に新しい仕組みを作っていこうと。それがTPP からですね、将来発展をしていくであろう RCEP とつないだもっと広範な経済連携の中の、ルールの、いわば叩き台になっていくだろうと。そういう際には、ルールに、作ることに参加するか、できたルールを、そのまま受け入れるか、その違いは大きいところがありますから、ルールメーカーになっていかなければならないという、そういう認識でございます。はい、委員長。畑浩二君。守ることの中に農業ということをおっしゃいましたが、この農業の中がどういうものがあるかという議論をちょっとさせていただきたいと思って今日議論しているんですが、ちょっと話を変えましょう。TPP についてこのちょっと配布資料に入れておりますが、農林水産委員会の決議があります。これ衆議院の今回つけましたけれども、まず一つ目1の中で、農林水産物の重要品目について、引き続き再生可能となるよう例外または再協議の対象とすること、5項目の中の今まで一度も関税撤廃交渉がされていない586について引き続きと委員会決議で書いてあります。引き続きですから、そのまま関税ゼロで維持しなければいけないというのがこの決議の内容だと私は理解しております。そしてこの6の方で、農林水産分野の重要5品目などの生育の確保を最優先しとあります。それが確保できないと判断した場合には脱退も辞さないとするというふうにあります。で、私も農林水産委員ですが、あの時の議論だと、この重要5品目は細分化すればどれぐらいあるかどうかは私も586までは分かりませんでしたが、重要5品目に入っていると言われるもの、このものであれば正規だという理解だったはずです。自民党の農林水産委員も含めて。で、これが決議された後、総理にも提出されておりますが、この決議を受け取ったとき、重要5品目の範囲というか、どのようなものだと総理は理解されましたでしょうか。安倍内閣総理大臣。この重要5品目につきましてはですね、J ファイルにおいて我々でお約束をしているわけでございます。同時にですね、また衆参の農林水産委員会の決議もしっかりと受け止めて、全力で交渉に当たっていく考え
であります。先ほど甘利大臣から答弁させていただきましたように、攻めるべき分野としてはですね、工業品関税の撤廃や知的財産のルール作りなど、中小企業をはじめは国産業の海外展開の環境整備を進めなければならないと、このように考えてまいるわけでございます。そして守るべきものについては、J ファイルでもお示しをしておりますが、農林水産委員会においての決議において5品目ということが挙げられておりまして、我々その決議をですね、受け止めて交渉に当たっていきたいとこう考えているところでございます。羽田浩司君。総理、農業を守る5品目を守るとおっしゃいましたが、5品目は586なのか、それより落ちるのか、そこのところをお伺いしたいわけであります。今総理は J ファイルの議論をされました。この J ファイルは公約かどうかというのは言うつもりはありませんが、この J ファイルの中に総理がおっしゃった通り、農林水産分野の重要5品目等の請求を確保すると書いてあります。これが多分決議に引かれているだろうと思います。でこの J ファイルはもちろん自民党がお作りになった、それで自民党総裁安倍総裁のもとでお作りになりました。で私はこの J ファイルの記載の解釈を自民党総裁として、農林水産5分野というのは586が入るのかどの分野なのかというのをお伺いしたいわけであります。その点をお願いします。安倍内閣総理大臣。我が党のですね、これは公約においては、守るべきものを守り、攻めるべきものは攻めですね、それによってですね、国益を最大限、確保していくように、努力をしていくという、趣旨でございますが、J ファイルに書いてある、重要法5品目については、しっかりと守っていく、政策集である、これ J ファイルにはそう書いてあるわけでございまして、そして、この5品目のタリフライン等についてはですね、先ほど西川委員長の発言を取り上げておられましたが、党においてですね、まさに今検証しているところでございます。羽田浩司君。5品目の守るのはいいんですが、5品目を守るということは、これ5品目は細分化されれば586あるということですが、5品目を守るということは586を守るということでよろしいですか。今申し上げましたようにですね、そのいえば586品目について、これについてはですね、今党において検証をしているということでございます。ちょっと答弁が曖昧ですね。党において検討するということはつまり正規じゃないということなんですよ。ちなみにちょっと質問変えましょう。総理、正規の意味はどういうふうにお考えになっておりますか。正規というのはどういうものだと。はい、ちょっと TPP、 甘利 TPP 担当大臣。正規という言葉をその TPP に入るときに、最初に確認を、総理がされましたのは、各国においてですね、このセンシティビティはみんな抱えていると、でそれを最初から全廃することを前提に入るのかどうかということの、確認の意味として、正規というふうに言われたわけでありまして、日本として具体的に聖域とは何と何と何でございますということを特定をしたということではありません。羽田浩司君。今の答弁、私はジェジェジェと言いたくなりました。いや、聖域の内容を聞いてるんですが、聖域ははっきりお答えにならなかった。聖域の内容はっきり答えられなくて、どうして聖域を守るんですか。もう一度お願いします。甘利担当大臣。聖域というのは日本が守らなければならない死活的利益ということで表現しているのであって、なんとなんとなんとなんであって、タリフラインでいうとこれからこれまでですという特定はしていませんということです。羽田浩司君。いや、私は全部答えると言っているのではありません。例を挙げて、重要5品目の細分化された586は聖域ですか、これを聞いているわけです。甘利TPP 担当大臣。何度も申し上げていますとおりですね、
聖域っていうのは各国がセンシビティとして持っている分野がありますということでやっているわけでありまして、我が党としてこの聖域ということを発言したのは死活的利益に関わる分野であると。でそれは今その西川さん委員長のところでもですね、いろいろその精査の作業をしているわけであります。でありますから最初から何の何に至るどこからどこまでって言ったら精査する必要がないんじゃないでしょうか。畑浩二君、今図らずもおっしゃいました、聖域ならば精査する必要はないとおっしゃってると思いますから、586は全て聖域なわけではないという理解をしました。ご反論があったらちょっとお願いしたいと思いますが、結局そこはですね、あれなんですよね、5品目を細分化して検討するというのであれば最初から J ファイルで5品目の中の重要なものを守りますと言えばいいんですよ。だって国民はミスリードしてますよ、勘違いしてます。最初から重要なものを守ると言えばいいだけです。でこれは選挙で国民の人というか入れた人は5品目を全部守ってくると思っていると思うんで、国民に対する背信行為じゃないでしょうか。もう私はこれ二枚舌だと思います。そのことを申し上げて次の議論に行きたいと思います。ちょっと時間がなくなりましたので、今の関係で実はちょっと補足して言うと、正義かどうかという議論をやると、このまま水かけ論になりますが、結局、この情報公開が曖昧だったら自国のですね、その正義かどうかという、方針というのは別にこれは対外交渉の関係国に配慮する事項でもありませんし、日本が堂々とこの国会で言えばいいわけですよ。国会における議論が不十分だというのは私はそこにはられていると思います。でむしろ586正規なんだと言った方がこれ強く交渉できますよ。日本も国会では反発が多いですからと言って交渉されていただいたらいいんだと思います。そこを正規かどうかはっきりしないで持って待ったような言い方で、しかし586の検証をやると、そんなのはちょっとおかしいと思うし、正規じゃないと言っているもんであります。正規の定義と違いますね。でちょっと議論続けて時間がなくなりましたので、秘密保持にかかる話をちょっとさせていただきたいと思います。今の絡みと関係ありますけれども、最後のペーパーにつけてありましたが、これは昨日大串先生の方からも提出されており英文が出ておりますが、一応私の事務所の方で仮訳をして間違ってないと思いますが、表現は不十分な部分もあると思うんであれですが、私はこれを見て、昨日の議論もありますが、この線を引いている部分を見て、これもジェリジェリと思いました。なぜかというと、政府関係者はもちろん見せられるんですが、政府以外の人間で政府が行う国内協議プロセスに参加する者及び交渉文書の情報を検討し通知される必要のある者にのみ提供されることが許される。提供していいわけですよね。もちろん一定のセキュリティは必要ですよ。必要ですけれども守秘義務守秘義務といって、提供できないということではありえない。それからもう一つ下の線ですが、これニュージーランド の政府のホームページから取ったんですけれども、このニュージーランド政府は何て言ってるかというと、ここにこの前文が実はあって、それもこういうふうに言ってるわけです。TPP 参加国は各国内で活発な協議と情報交換を行う場を設定しており、それは今後も継続して行われる。ニュージーランドの場合は個別の問題について議論と提案を望むステークホルダーに対して良好な意思疎通を図ってきた。この発表もこのペーパーですね、TPP 交渉に関心を有するニュージーランド国民に対して情報提供を行う取り組みの一環であると。日本と情報交換の態度が違いますよね。これほどニュージーランドと日本が違うのかというのは私も愕然としますけれども、でこの線の分に下のに書いてあるのは、参加国はこれ機密性を維持するということは必要ですよ。必要ですが、一方で参加国は交渉の立場を発展させ内部で互いにコミュニケーションを取ることも可能にするものである。この可能にすることが要は一定のセキュリティのもので、元で政府外の手を見せられると、そういうことなんですよこのペーパーは。でこういうのを踏まえて、私国益を守るという以上は、途中過程で政府関係者以外に、これは業界団体もそうでしょう、自衛もそうですかもし、そうかもしれない、労働組合もそうかもしれない、いろいろこれはありますけれども、政府関係者以外に情報を伝えて意見を聞くことは私はあり得ることだと思います。日本において政府外の方にこのように情報を情報というのは一般的な説明をしてますということじゃないですよ。
交渉文書とか関係資料、あるいは今回の TPP 交渉のやり取り、こういうものを伝えて意見を聞くということはやってるんでしょうか。もちろんセキュリティの保持の上ですが。甘利担当大臣。ニュージーランドや USTR の文書については他国のことでありますから、私の方から解説するのは適当ではないと思います。我が国はどうしているかといえばですね、その政府内でも相当厳しい管理をしておりますし、与党について、幹事長等ですね、極めて限定した方に必要な範囲で、許される情報の提供はしております。で、ステークホルダー野党の皆さんとの説明会はですね、日本はかなりステークホルダー間の話し合いは他国の大臣とも話しますけれども、非常に持っている方だと思います。もちろんどこまで内部の情報が話せるかと、これは秘密保持契約にサインをして参加をしているわけでありますから。でよくニュージーランドがそれからアメリカがと言われますけども、そこから機密な情報出てますか。出てませんよ全く。そして、大臣会でも大臣が集まりますとですね、どうしてるんだろうかと、この秘密保持とそれからステークホルダー間との連携というのもみんな確かに悩んでいることは事実です。ですから日本はこんな具合に限定されている情報だけどステークホルダーの会を持ってやってますよということをアドバイスを日本からしたりしているというのが現状であります。重ねて申し上げますけれども、各国は入る際にですね、最終的に承認される際に秘密保持契約にサインをして初めて入れると。そこではテキストはもちろんのこと、それに関わる資料であるとか、それから各国間のですねやり取りについても外に出してはいかんと厳明に書いてあるわけで、厳密にですね。でじゃあ、自分のところのはどんどん出してるじゃないかということであるならばですね、各国の自分の言うことを集めたら全部分かっちゃうじゃないですか。ありえませんよそんなことは。はい、はい、どうぞ。はい、それは当たり前ですよ。秘密保持契約があって出された人は受けてるわけだから。ただそれをやってるかどうかというのを聞いてるわけです。日本において、いやいいですよ、一部 の、 幹事長とか与党関係者、適正にやるためには、これ政府の選択になりますが、民間人業界団体にそういうことをやってるのかというのをお聞きしたわけですが、いいです、そこはそれでいいんですが、実は私非常に不満なのは、政府はですね、交渉に参加しなければ情報が何も得られない、だから交渉入らなきゃいかんと言ってきたじゃないですか。しかし入った途端に秘密保持契約があるから出せないと、これも二枚舌です。じゃあ入らなきゃよかったんですね、情報を取るためには。でこれ例えば私持ってますが、これ要は入る前の方がこういう整理されたペーパーとか説明いっぱいもなってましたが、入ったら秘密保持契約だからってこれの程度さえも出せなくなったというのは私はおかしいなと思っております。ちょっと時間がなくなりましたが、一般の姉妹ですが、ちょっと一つ確認したいんですが、外務大臣来ておられますので、秘密保持契約というのはこういう経済的交渉で、なされるというのはよくある例なんでしょうか。岸田外務大臣。我が国のこの経済連携協定交渉において、秘密保持契約の前例があるかというご質問ですが、我が国の経済連携、協定交渉において、交渉中にやり取りした文書を、対外的に公表しないという点において一致した例は存在いたします。例としましてはですね、モンゴルあるいはカナダ、こうした国との協定において前例が存在いたします。かなりでもレアケースだというのは私は聞いておりますし、私の経験からもあんまり明文でやることはないことだと思います。いずれにしましても実はもう一つこの決議に戻っていただいて7でついてありますが、交渉により収集した情報については国会に速やかに報告すると書いてあります。で交渉によって収集した情報が守秘義務の中で、全くなされていないのは私は遺憾だと思っております。改めてこの TPP のこの、決議も踏まえて、集中審議をぜひともやっていただくようお願い申し上げまして、質疑を終わらせていただきます。以上よろしいですね。お計らいを理事会で。
集中審議の TPP のお願いいたします。質問は終わりです。はい、質問は、あ、質問はいいです。質問はそのことを申し上げて質問終わります、ね。はい、これにて畑君の質疑は終了いたしましたが、ただいまの今の五国理事会でお願いします。ご発言については五国理事会で協議することにします。次回は広報をもってお知らせすることにし、本日はこれにて散会いたします。ご苦労様でございました。ありがとうございます。